駒ヶ神社とは、神戸市長田区駒ヶ林町にある、八幡神社。長田港を正面に望む場所に位置する。別称駒ヶ林八幡宮、駒ヶ林の薬人さん、駒ヶ林の八幡さんと呼ばれて親しまれている。薬除けの宮とも言われ、毎年1月18日から20日に行われる、薬除け大祭には、おちこち問わず多くの参拝者で賑わう。創建年代は、 不明イカナゴ漁は千年以上前から駒が林で行われている。かつてこのイカナゴの釘に発祥の地の石碑のある地点までが砂浜であった頃、この砂浜では詐欺調査が行われていた。東西がそれぞれのお山を挙げ、神社から出た行事のお山の前にて倒し合いをし、勝った方が網入れの優先権を得る。そして底引きもにてイカナゴ漁が行われた。 前述の通り詐欺帳の始まりは、平安時代の永遠二年と伝わっており、遅くともその頃には、イカナゴ漁が始まっていたことが伺える。底引きで取られるイカナゴは、制御となった古瀬である。平安時代、駒ヶ林には、現場漁の出先機関があり、大陸との外交の要所であった。そのことから当時は希少な砂糖がすでに出回っていたと思われる。 そしていつしかこの地ではイカナゴを砂糖と、醤油、生姜で炊いて食し始めた。以上の歴史を記すため、イカナゴの国に信仰教会はこの石碑を建て、駒林神社へ奉納した。ありがとうございます。